僕らなら大丈夫、まだ強くなれるから。朝に目を細め、今日も僕たちは生きてく。少し波打つ寂しさだって大切に思えてる。いつか感じた真実も、まっすぐここから明日に向かってる。僕たちが目指した世界、どんな過去も抱えたままきっとたどり着く。踏み出した険しい道も、僕らなら大丈夫、まだ強くなれるから。楽しかった中学最後の夏休みも終わり、新学期が始まった。休み時間でも参考書を開けるようになり、授業でのみんなの眼差しも明らかに変わった。クラス全体が受験一色といった感じになった。ねえ、のぞむくん。これ私たちが作ったの。のぞむくんにぜひつけてもらいたくって。ああ、うん、ありがとう。わあ、よかった。嬉しいけど、いいのかな、こんな。あの日以来、キラちゃんとユラちゃんの態度は明らかに違っていた。お、すっげえじゃん、のぞむ。うん。うん。もしかしてお前、桜月姉妹と同じ高校へ行こうとしてるんじゃないの？違うよ、本当だってば。っていうよりむしろ、航空宇宙学科があるのはあいつに負けないようにしなくちゃっていうか。おい、うわ、雨か。のぞむくん、ひょっとして傘持ってないんじゃない？あ、うん、使って。あ、でも。あ、私たちなら大丈夫。じゃあまた明日ね、のぞむくん。のぞむくん、傘忘れちゃったの、一緒に入れてくれる？ケイスケ、裏切り者。え、やっぱりおかしいよ、最近のお前と桜月姉妹。そうかな。そうよそうよ、もしかして桜月さんたちとお付き合いしてたりして、してたりして。ああ、いや、そんな。なんてね、言ってみただけ。じゃあね。かわいいよな、カオル子ちゃんたちも。ああ、のぞむが桜月姉妹狙いなら、俺は一条姉妹に路線を変更してもいいかもな。なら大丈夫。じゃあまた明日ね、のぞむくん。もしかして桜月さんたちとお付き合いしてたりして、してたりして。俺って一体誰を、誰だろう、初めて見る。すみません。え？
その絵、私のです。はい、どうぞ。拾ってくださってありがとうございます。いや、それここだよね、総林寺。すぐに分かった。恥ずかしいな。あんまりうまくないから。そんなことないよ、とってもよく描けてる。本当だよ。本当ですか？ああ、俺ちょっとびっくりしたよ。俺、絵のことは詳しくないけど、いいなって思うよ。すごくいいなって。ありがとう。そんな風に褒められたの初めてだから、とっても嬉しいです。大丈夫？急に涼しくなったから。ええ、もう帰らないと。うん。それじゃあ、また来てもいいですか？ああ、もちろん。じゃあ。もう10月だもんな。で、どうする、望む？おい、望むってば。何？何じゃねえよ、どうすんだよ、文化祭。そうだな。なあ、俺さ、ホラー喫茶なんて面白いと思うんだけど、どう？いいんじゃないか。やっぱ文化祭はチャンスだからな。近くの女子校からもいっぱい女の子たちがやってくるし。だあ、燃えるぜ。またかよ。で、俺いつも全力投球だもん。ま、本命はやっぱりまだ桜月姉妹だけど。ああ、ここにいたんだ。食事終わった？デザートにと思って持ってきたの。わ、アップルパイ。ほら、この前うまく作れなかったでしょ。あれから何度も練習してやっと作れるようになったの。52回目に。53回目だよ、キラちゃん。あ、そうか。味もなんとか大丈夫だと思うの。味見してきたから。さあ、食べて、のぞむくん。あ、小坂くんもよかったら。いいのかな、3人で食べようと思ってたんじゃないの？いいの、私たち食べてきたし。ねえ、どうぞ食べて。そんじゃ、いただきます。はん、うまい。わあ、嬉しい。のぞむくんも。でさ、でさ、キラちゃん、ユラちゃんは文化祭の出し物、何がいいと思う？私たち初めてだからよくわからなくて。ああ、そっか。でもなんだか面白そうだなって楽しみにしてるの、ね、キラちゃん。そっか。よし、ますます燃えるぜ。じゃあ、私たちこれで。待って、アップルパイありがとう。いいえ。俺、アップルパイもらったり、マスコット人形もらったり、この前も傘貸してもらって、いいのかなって。俺、このままで。いいの、全然。私たち、今とっても楽しいの。ね、キラちゃん。楽しいね、ユラちゃん。だからあまり気にしないで。じゃあ。いやー、うめえ、これ。お前、食いすぎ。あ、いいのかな、俺。で、あいつ、自分だって分かってないもんだから、一人で受けちゃってさ。やってくれるよな、もう。はいはいはい。そうな、みんな大爆笑。あ。